勝利に宣戦布告はありだな。ああ、戻ってたね。よかったよかった。じゃあ、戻ったなら。よし、篠宮もやっつけたね。行こうか。ナイスだ、小西行長。でだ。まだそんなこと言ってもね。これ、軍出させるか、無理やり。21,000。で、まあ、ここでいいとして、これもう一部隊出して、一気に攻め取るふり。栗山善介。違うんだよな。こっちに攻めてほしい。38,000もいらないね。もう2万ぐらいでいいと思う。てか、勘兵衛連れてくるべきか、マジで。勘兵衛はどこ行ったん？黒田勘兵衛。これ、勘兵衛連れてくるしかねえのか。勘兵衛隊いるな。絶対勘兵衛はいる。じゃないと勝てない。よし。2万5000。で、まあこれで行軍で集まってるのはいいこととして、これで一気に攻め取ってもらいたいな。2万1000。ここでいいね。我に続け。兵数さえ出なければこういう城はなんてことないはずなんで。で、2万の部隊をおとりにして後ろから勘兵衛で叩く作戦でいこうかな。報告いたします。多分ね、部隊数多ければ、ご命令ください。この、何、長宗我部のやつらは対応できないはずなんで。志果たさずして、将は終えられぬな。よしよしよし。いいねいいね。従属受け入れ。よーし。で、思ったんだけど、この、あ、豊臣、かなり攻めちゃってるな。まずいね、これ。豊臣援軍が来るようになっちゃう、このままだと。まあ、仕方ない。あー、これ、間さ、ここ繋がってなかったからさ、蒲生氏里とか使って、その、何、豊臣が分断してるところ攻めようかなって思ったんだけど、豊臣、とうとう軍を動かし始めましたね。大きく。仕方ない。で、なんか軍集まったな。1万5000しか出てないようなんで、まあ、このまま行きましょう。でも、まあ、勝てるでしょ。2万1000なんで。負けた。負けた。ああ、そう。負けたので。まあ、いいよ、いいよ。こっちには、黒田様がいるから。本体は黒だよ。で、急いで豊臣と同盟だな。とりあえずは。報告いたします。頼むぞ。これより表情を始める。いやー、厳しい戦だな。論議と、まあ、軍事取りたいけど農業だね。今は農業。56の鍋島さんと鳴富さんを。これにて表情を終える。なんか来たぞ。犬伝令、事業内防御力上昇はまあ微妙だけど。部隊視界拡大は強いね。鉄砲を使うってことも考えると、これは取っといた方がいい。で、農地最大値上昇中。強いじゃない。まあ、こんなもんかな。ご命令ください。で、まあ、このまま時間を進めるんだけど。このね、敵が迫っております。おお、攻めてくる。攻めてくる。ただ、これ攻めさせといていいんじゃない？この間に空っぽの城狙えるじゃん。ねえ、この間に空っぽの城狙おう。ご命令ください。そしてお金がとうとう100万とかいう、なんかすごいことになってる。足軽雇ってもいいかもね、これだったら。で、5000もいれば逆に包囲のさ、兵糧的に、これは嬉しいんじゃないか、こんだけいるのは。よし。包囲40日ですね。まあ、10日待って、そっから交渉でやればいいかな。で、その間に、あ、やっぱこれ、この舞台では戦いたくないね。アホほど強えからな。で、舞台、あ、2万3000出るのか。じゃあ、今のうちに出す。多分、あそこの兵術条件はどうなんだ、そもそも。援軍出したところで、出したところでだな。あ、でも、舞台相当減った。これだったらどうにかなりそうだ。
うちの方が人数は多いんで、まあ籠城すればいいんじゃない。どういった戦い方をするのかわかんないですけど、てか6500だったら普通に叩けるな。で、豊臣さん、同盟結びましょう。2年ぐらい結びましょう。よし、これでいいだろう。あそこ取ったところで飛び地だろ、だって。よし、報告いたします。これでいいかな。ご命令ください。で、わざわざしかも攻撃してるわ、これ。3900しかいないけど、まあ多分どうにかなると思うんだよね。で、多分10日経ったな。これ包囲の城だったからさ、おそらくなんだけど、交渉で多分すぐ取れると思う。なんとすぐなんでね、22日なんで、まあ、すぐ行けるでしょう。で、礼儀のっとり黒田官兵衛を出してね、こいつに、まあもう全面解放でいいよ。よし、手段は選ばぬ。これでどんどん城をねやっつけていけば、次は大森城かな。我に続け。多分もう軍引くだろ、これ下手したら。2800しかいねえし。次はこの大森城、強行で26日みたいなんで強行しますか。じゃあすぐだな。で、ちょっと怖いね。行くぞ。ここは兵数は9600しか出ない。いやー、狭い城で戦いたくないね。こっちにしよう。中村御所にしようか、通るの。まあ多分すぐでしょう。うわー、一気か。沿線がやばいことになってんな。まあ仕方ない、ここは一気に長宗壁をやるとき、軍事と論議取ります。53、55、51、島津、黒田という、ね、もううち島津家だよこれ。で、上州交渉有利取りましょう。これがあればすぐに応じてくれるはずだ。そして海上速度はまあもういらないんだけど、一応取ってもらっとく。で、貿易効果なんか強そう。貿易港、鉄砲獲得省、港証券成長省、鉄砲証券成長中、強いね。取りましょう。まあこんなもんかな。ご命令ください。で、まあ、とりあえず放置か。同盟の申し出を受け入れ。よし、この城一気に取ったね。これで片付けない。黒田官兵衛が城取ったし、兵が引いたんで実質守れたということだ。これでどうだ。兵戻るよね、そりゃ戻るよね。よし、もう終わりだね。53日。ただ交渉ができるんで交渉しましょう。ただ黒田長政じゃ交渉うまいこといくかね。で、これ最後の戦いだね、長宗我部との。これは最後だから取ろうか。ここで勝てば長宗我部はもう何もできない。ただ兵数は向こうの方が、兵数ってか兵の質は多分向こう強いんだろうな。はいはいはい。さっきの戦では遅れを取ったが、こたびはそうはいかん。長宗我部もどっちか借りを返すぞ。敵方の士気下がってるね。お、我らの方策が効果を発揮してる。敵忠誠が下がってるからかな、多分。そしてこれが私の部隊。かなりね、優秀なやつを連れてきたんで、で、まあまあ大丈夫だと思いたい。ただ父ゲミゲルがいるな。ミゲル、今回この何舞台紹介でミゲルが時々登場してるんですけど、なんかこいつに愛着を分け始めたのは私だけでしょうか。まあそんなことを置いといて、敵軍ですね。敵軍はもう元近がとにかく強い。そして高影、土井さん、福島正則、村上武吉、あ、もうこれね、長宗我部最強部隊ですよ。もうこれは勝ちたいね。どうにかして勝つ。そういったところかな。相手の方が部隊とか武将の質は高い。はい。ということで、今回の作戦なんですけども、まあ、またしてもね、長城を使うために、長城の策を、まあ、駆使していくために、ドラをね、置いて、で、兵数有利をね、もっと維持したいんで、まあ、のろし。で、あとは、気休め程度に、デポ水を置きました。まあ、これでやっていきたいと思います。レッツゴー。
やー、勝ちたい。で、まあ、基本的に舞台は西側、山側に展開した方が強そうなんで、山側かな。まあ、とりあえず舞台ちょっと移動させて横一列にしましょう。これでも超スカブ元地か、多分この舞台だろうな、きっと。これかこれなんだけど、うまいこと引っかかんないこれ。まあ待てば待つほどうちの方が兵数集まって有利に戦えるんで待ちましょう。そうだね、待った方がいいね。うち2万もいるから兵はねかなり余裕持って待てるはずなんで待ちましょう。先方でもうちの方が強い先方だし、兵数もどんどん有利になるはず。てか罹患の効果何だったんだろうね。これうちの優秀な部隊だから今後も戦うことになるだろうし。こいつか。味方が、敵が同時打ち。あ、強いじゃない罹患。罹患そこそこ、まあ、長領が毎回いるから、勘弁使ってるけど、普通に強いぞ。で、敵動きそうにないんで、これ、普通にもう、このままあって、兵数回復させます、どんどん。すごいね。余裕あるぞ、これ。めっちゃ、2万とかになるかな、このまま。ゴリ押しで勝てるかもしんないぞ。兵数回復させ、おっと、動き始めてしまった。スピード落として、で、島津義久の、この鉄砲の射撃をまず、打たせるところからスタートかな。なんで射撃しただけなのに前出るんだ。で、長領の策。これで、よし、防御下がった。で、あとは、一気にこれ攻めたいね。攻撃できるときに攻撃かな。もううちとしてはかなりやれたんでいいでしょう。で、まあ、残念ながらといってはなんですが、鉄砲蜜は引っかからなかったようですね。神戸も前出していいでしょう。これでガンガン攻める、攻め込め。ちょっと待ってね。神戸が前に出されるのはよろしくないんで、神戸はこの奥に行かせられたくないんで、なるべく前で戦えるように。で、鉄砲水引っかかったね。なんかしかも元近の部隊が引っかかった。これはでかい。これめっちゃでかい。で、まあ、このまま西側に攻めてってもらおうかな。罹患使ってもいいんだけど、まあ長領使った方がいいんで、これは放置ですな。長領またこれでだいぶ防御力下がるんじゃない。下がったね。で、北側の部隊、北側ってか、大丈夫ですね、これ。兵数削ったのが効いたかな、だいぶ。まあ、一気に回り込んで、叩いていきましょう。おお、一連卓勝、一芸熟達か。これ強いね、本当に。おお、渦めび。何部隊引っかかった?大丈夫か?遊んじゃってるんで、乱戦で、元近対島津義久、いい勝負になりそうだ。で、700人の部隊これ倒しましょう。兵数はまた有利になってんな。普通にこれ勝てそうだぞ。やれやれやつをやれんだ。ちょっと待って、遊びすぎ。こんなに部隊いらん。580人、一気に攻めてもらおう。で、加藤清正ちょっと心もたないけど、これは攻めさせた方がいいね。はい、こういった感じでいきましょうか。で、長領打ちたい、長領打ちたいなら戻るしかない。そう、もう15人とかいいわ、どうでも。待て、41人しかいない君。危ねえ。父毛いけ、父毛ミゲル大好きな父毛に行かせましょう。で、さすがに部隊が追いついてないんで、鎮静1にしましょう、今回は。防御を上げて、奇襲被害も低下。まあ、あんま関係ないんですけど、これでいいでしょう。倒したね。よかった、よかった。元地下隊はもう、
絶望といった感じ。よーし、生殺よだつ、もう敵式ないやん。すべて勝者の思うがままよ。さすが勘兵衛。で、お、小早川隆景が下った。よーし、もう終わりだな。10日で落ちるのか。で、確かね、こっちが交渉してたと思うんで、この交渉がね、多分とそろそろ通るはずなんで、ちょっとこの交渉次第だね。お、官人と思案、なんか黒田家のイベント来たぞ。暴将として天下にその名を轟かせる黒田官兵衛。その官兵衛が天下の賢人として敬愛してやまないのが小早川隆景である。隆景もまた官兵衛の才を高く買っていた。小早川隆景以上、官兵衛は嫡男長政を連れ隆景のもとに教えを請いに来ていた。そんなことがあったのか。官兵衛殿、あなたの知略は天下に並びなきもの。刀で竹を割るように物事を決める様は痛快ですらありますな。隆景殿にさようなお言葉をいただけるとはもったいなきことにございます。しかし才覚武略は見事なものですが、資料に関してはまだ足りぬと言われますね。あれ、そうなんだ。官兵衛でもまだ足りないところがあったのか。資料にございますか。さよう、私は官兵衛殿ほどの才はありませんので、あなたが即断することを深く考えて決めます。私は何度も何度も思案してようやくあなたの即断の地に及ぶわけです。なるほど。しかし世の人はそれを見てこう言います。隆景は思慮深い男だと。才が鈍いだけなのですかね。なんか面白いこと言ってるけどな。即断が全て善ならず、そうおっしゃりたいのですな。あ、逆を言えばそういうことか。勘弁がパッて決めちゃうのが早すぎて、こいつあんま考えてないんじゃねえかって思われるってことね。人を評するは人でございますからな。才あれど知るものなくば認められませぬ。それに即断は後悔することも多いでしょう。私のように鈍くとも思案を尽くせば失敗しても後悔は少なくて済むものです。なるほど。ふふ、私も若いうちは物事をすぐ決めては父に小言を言われたものです。隆景ほどのお方が、あまりにも何度も叱られるので官人の二字を壁にかけておいたのですか。それも今は思案の二文字に変わりました。隆景様、物事を思案するにあたり大切なことは何にございますか。物事を考え決めるにあたって大切なことは仁愛の心です。それはなぜにございますか。仁愛の心を忘れずに物事を決めれば、たとえ当てが外れたとしてもそれほど悲惨なことにはならぬゆえです。ほう、仁愛の心があれば悲惨なことにはならないと。仁愛の心なく物事を決めると、たとえうまく進んでも必ずどこかで悲しみが生まれるものです。確かに、なんか前回っていうかだいぶ前ですけど、武田信玄、今川を裏切るというなんか仁愛ないこようなことをしてたような気がするんですけど、悲しみ生まれてましたもんね。それに比べて隆景はこういうことを知ってるっていうのは、やっぱ隆景の方が優秀だったのかな。見事な言葉、これこそ日の元の賢人でございますな。隆景の地の本質は熟慮思案である。それはただ物事を決めて進めるのではなく、人知の範囲では予測できないことが起きて最良の結果が得られないとしても、事前の結果を得ることができるようあらゆる盤面を想定するための熟慮、不必要な即断はしないという考えである。未来を見通すことができるからこそ想定外に備えることができる。まさに彼こそが天下の賢人であった。おー、なんかこれレアイベじゃないのきっと。で、チョス壁の使い、もう拒否だよ。交渉なんかするわけないじゃんねえ。せっかく戦で勝ったのに。戦前だったらまだ考えてあげたけど、まあ考えないんですけどね。で、一気は関係ないです。はい、
報告いたします。そっか、これあれだね、きっと小早川隆景と神戸が一緒にならないと発動しないイベントで、しかもこれ神戸の家じゃないと発動しないから超レアイベントなんじゃない？見たことある人少ないかもね。俺初めて見ましたね。結構動画外でもプレイしてるんですけど、なんかああいうイベントが見れるのはすごい嬉しいな。そして戦が長引いたせいで一気か、まあ一気はしゃあないで、まあそろそろ落ちると思うんで、まず交渉が通るはずなんだけど、よしよし。小西行長に任せるか、善助に任せるか。いや、長政っていう手段もある。11の差。いや、でも上司は一緒。いやー、これは。俺はでもね、善助っていう男を信じてる。これ黒田家の中で、黒田家臣で俺が一番好きなやつなんで、善助に行ってもらおう。森近をどうにか解き伏せてくれ。ね、全面投稿でいい。よしよしよし、善助ナイスだ。我らの勝ちぞ。で、これで長宗我部の城はないも同然。ただ兵糧がもうきついんで、長政は騎乗と、でこのまま官兵衛がラストの城を落とすと、うん、いいねいいね。よし、長宗我部家は黒田家によって滅ぼされました。良いことだ。でこいつらが優秀だったんだよな。おお、めっちゃ強え。いや、これは嬉しいね。これが全員うちの部隊に入ったというのはでかいぞ。ありがとう、長宗我部。ということでね、動画見てくれて本当ありがとう。まずは右側のチャンネル登録ボタンをクリック、そのまま左側のおすすめ動画ぜひ見てくれよな。あ、そうそう、高評価コメントも忘れずにね。ということでね、また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。